はい、始まりました、三軒ランドの時間でございます。きたー、三軒だ。今回もこの世界を旅していきましょう。私が FB37 です。三軒ランドに降り立った男、キックマーク2です。アマットです。よでーす。さて、じゃあ今回もやっていこうか。まあ積極的に攻めていきたいね。滅ぼして、マジでそこら辺のやつ。わかる。俺ら以外の人類は必要ない。その通り。怖。あんな貧弱なやつら生かしてても意味がない。地球がもったいない。わかる。地球が持たない時は来てるもんね。地球がもったいない。もう、おのおの言いたいこと言いすぎてわけわかんない。もったいなさすぎ。止め強っ。ここら辺のもの壊されたくないんで、壁だけは作る。ダブル壁？もしかして。そうだね。こうすれば、ここら辺のものは大丈夫。さすが。絶対？絶対は大丈夫。で、外側に有刺鉄線完璧。よし、俺が有刺鉄線野郎になろう。外に作る？外でいいんじゃない。まあ、基礎はさすがにこんぐらいで。あいつらが有刺鉄線で苦しんでる姿を想像するだけで苦しんでる。苦しんでた。なんかサメ活発になった気すんだけど。え、またまた。ああ、噂してたら来たぞ。よし、どっち方向、どっち方向。見え、まだ見えない。あ、来てる、もういる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 。来てる来てる。クソ、こいつらちょうどまだ何もないとこに。なんか、あでも普通だ。あ、右からも来てる。あれ、どこ来た。ほんとだ。いいね、でもやっぱちょっと壁があるせいで。あ、遠回りしてんだこいつら。そういうこと。ああ、おー、こいつら。なんでそれを壊そうとする。こいつらまず最初にやっぱ破壊の衝動に駆られてる。まあ目に見えるものを破壊しようとするね。やっと家らしくなってきたじゃん。そうだね、壁があると少し安心する。てか、なんで今まで作んなかったんやって話。まあ、何度も言ってるけど、床さえあれば人間は生きていける。当然。いつも床と壁、床じゃねえや。天井と壁作ろうとしない。いらないね。いるって。まあ、槍降ってくるわけじゃねえんだから、屋根は当然いらないだろう。まあ、屋根のね、こういうゲームの問題点としてやっぱ暗くなるのは問題だね。そういうこと。ああ、それはわかる。青空の下で、こいつら別行動したいよね。それは日光とか気にしねえんだからこいつら。ああ、日焼けとか。それに関しては同意するか。当然俺がここに生きるなら屋根は最初に作るね。これダイビングフィン装備しながらスキューバダイビングフィンも装備できるんだけど、これ二重になるのかな。うん、そうだね。マジ？すげー。そうだ。早い。早っ。マジ？ああ、やばいこれ。よし、ダクトテープ今うちに。ああ、そうかね。いや、でもあるあるある、全然ある。これ神アイテムです。速さのその先行っちゃってんな、これ。すげえ、こいつら AK とかまで M16 とかまで作れんのかよ。今のさ、やつらに M16 作ったらもうオーバーキルもいいとこなんだけど。ああ、いや、でもちょっと遠く行ったら銃撃ってくるやつらいんのよ、普通に。ああ、そうなの。ああ、やっぱり上質な木材が出てくるってこの後に。上質な木材、なんかどこかで聞いた。どこにあるんだよ。
電子部品だな、次は。ちょ、FB ちょっとアイテム乗せ閉じて。はい。お前何面白いもん作ってんだ。ウニさんなってる。そんなの作れるの？それ。いや、拾った、今。羨ましい。これただ、防御力激低いわ、やべえ。そりゃそうだろう。防御力を犠牲にしてでもいるもんね。いや、そうなんだよ。これ、つけなきゃいけねえじゃん。やべえ、やられたわ、ちょっと。くっそー。くそー。まあでも、羨ましいって思う気持ちはわかるよ。ああ。うん。それはでかい。それほどのもん。うん。これはでかい。それはでかい。なんか海中潜った先にね、たまにレアな場所みたいなのあって、そこを行ったら入ってたわ。わかるわかる。たまにあるよ。ああ。でも今の装備ないと全然無理な場所だったな。かっつくさね。チェックすれば左上に表示してくれるから、一応必要な素材は。ああ、ほんとに。うわ、サメ！やばい、サメすぐに襲ってくる。いや、サメも襲われる前にぶち殺す。おぉ！水中で。いや、マジ強い！え、全然違う、マジで。明らかに違う、こいつ。パワーアップしてる？パワーアップしてる。まともに戦っても、厳しい。お、強いわ、やばい。うん、わかる。完全にアップデートされとるやん。こいつ、どうだろう、水中で。当たんねえんだよな、こいつら。そう、意外、動くしな。動くし、あのね、クロスボウとかやっぱ無理なんだよね。水中だと。そう、水中で攻撃できる、なんか遠距離攻撃できるもの欲しいわ。うん。いや、なんか、急に方向転換して噛みついてくる。そう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 。やば。結構槍じゃきついんだよな。きついね。水中で使用できる武器じゃないと。うぜえ、マジで。難易度が上がった。うん。いや、だってだいぶ遠くから噛みついてこいつするもん。索敵範囲クソ広いんだよね。クソ広くなったね。へえ。あの、まずサメを始末してからじゃないと、うん、なんか割と下探索できない。そんなに？いや、そんなレベル。すぐ襲ってくるよ。うん、マジうぜえこいつ。もう海のギャング化した？うん、わかんないけど、どうだろうね。その地域によってサメの強さが違うっていう可能性もあるな、もしかしたら。ああ。まあ、難易度調整するならそれぐらいやるかもな。いや、このサメマジ強力だわ。すげえ。ハンマーヘッドはね、やばい。ハンマーヘッドやばいんだ。普通のサメも結構だったけど。いや、普通の、こいつもめっちゃ強い、マジで。マジで。隙がない。倒せねえ。今だから学校にいるんだ。学校のサメは割とやばい。学校のサメ。学校のサメという謎のワード。学校のサメ。もう全然学かよ。学校内にね、なんか、探索しようと思っても学校内にサメが襲ってきて、探索できない。無理。あ、そこまで追ってくんの？全然追ってくる。中まで追ってきて。マジかよ。食われたと思ったらもう外に出てる。めちゃくちゃ頭いい。マジかよ。野生失ったって話はどこ行った？失ってなかったわ。やべ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 。野生解放した？野生解放してるこいつら。でで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 でだよだよでで。ちょっと明日あたりでも攻めに行くか。そうね、やっぱ場所離れたら、アイテムのティアみたいなの上がるんだな。ああ、そうだね。明らかにだって、近くで手に入らなかった銃のパーツとか弾とか、めっちゃ手に入るもん。ああ。なるほどね。ただ、ピストル系作るんだったら、元になる壊れた素材が必要なんだ。壊れた PM とか。ああ、そうだね。ああ、そう。なるほどね。銃を作ってしまった。
とうとう早いな。うわ、そっか、鉄が今頭になくなったのか。スレッカーさんより早いじゃん。ついに銃社会に突入したわ。よし、じゃあ行くか。喉も飢えたことだし、俺が運転してやる。お、乗せてくれ。せっかくだから乗ってくぜ。どこ行く？アイアンスカルの基地行っちゃう？ああ、いいんじゃない？銃使ってくるよ、あいつら。ああ。いい。銃は持ってない。アイアンスカルの巣ってどこ？真上。ああ、いいんじゃない？近いし。冬避難所。避難所行ってみるか。そっち行くじゃん。真後ろか。ん？あ、頬を上げる。あ、早い気がする。いや、そんな割と通過早いか。早いような。早くない。でも、アルマに追いつけないってことは。何キロ出てる？その図受けんな。バケツ持ったカニが受けんだよな。足場作るか、また。なんならこれなら泳いだ方が早い。確かに。カニから棒が持ってる。銃じゃん。銃ではないな。移動してきた。移動してきた。おお、すごい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 。カニが移動してきた。あ、敵の領土には建設できませんだと？ベシッつったけど今。ああ。ナンパ？ 100。よっしゃ。オッケー。しょっぱいな。うん、しょっぱかった。ああ。あの島、じゃあ目の前に島で。うん、泳いだ方が早い。あれ？お前藍色にしてきたらチェスト少なくなるだろ。まあ、チェスト作ったし、そういうことよ。話でしょ。その気持ちはわかるよ。ただ乗ってみてクソだったっていう事実は全然ない。ああ、そうだな。この島相当でかい。どこ？まあ、逆だね。外側。あ、やべえ。敵いるっぽいね。ザ・サルベーションなんとかとか書いてる。そう。何？マップ的にはだいぶ遠いところまで来てる。これやばいんじゃない？さすがに。これやばそうだな。うん。巨大だし。これはもうそろそろ銃が必要になってくる。うわぁ、すごいな。ああ、ほんとだ。一回様子見てみる。まあ俺らに敵はいねえから、うん、一回様子見だな。お、てか鉄めっちゃあるここと思ったら鉄かこれ。ちゃうか。鉄じゃないわ。気持ち悪いんですよ。何の化け物がいるか。あれ、いないぞな。え、無人島？まさか。え、いた。いるやん。さすがにいた。え、いるいるいる。今行くぞ。まあ、ぶちのめせばいいだけの話だからな。なんか島の広さに反比例してる。反比例して敵の数がそんなに多くない。泳いだ方が早い。これは味方か。え、これ味方こうやって。これ危ねえ、マジ危ねえ。危ねえ。あ、危ねえな。危ねえ。マジ。名前が表示されるのだいぶ近くまで行ってからなんだよな。危なかったよ。今味方同士で撃とうとし合ってたな。いやでもさすがに分かった。ちゃんと装備してんなと思ったもんだって。うん、あ、敵音楽だ。そう、もうちょっとお前動いてなかったら普通にエイマって撃たれてたから俺に。やべえ、撃ってきた撃っ
すごい音してる。ドッ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 とか音するんだけど。どれどれ。修正がやばい。ああこれまずいわ。これダメだわ。冷静になった方がいい俺は。そうだな。引き返そう。そうなんか漁れそうなものを漁って帰るか。そうだ。外周回るぐらいで。ああ。ちょっと。偉いことなってる。やばい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 。ジェットスキー早いわ。来た。え、何人乗れる？あ、一人だけど。何人必要？180キロぐらい出る。速すぎるだろ。あ、待てよ。ちょっと待て。これどうしたらいいんだ。陸に上がっちまった。速すぎるだろ。プッシュする。プッシュボート。乗ってったぞあいつ。うわ、120。それ荷物は乗んない。荷物乗る。じゃあそれでいいじゃん。もう倒した。ザメ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 見るとザメが合体してザメザメ混ざっちゃった。斬新すぎるよ。いやびっくりした自分でも。ザメって二個ザメすごい。ああ二文字で表した。あなたの拠点が攻撃されてます。え、は来てるってこと。え、平和だけどな。お、俺出て、え、俺だけ出てんの。え、ピンフだけどめっちゃ。俺も知らん。え、俺だけ出てんの。見た感じ来てないよ。は？全く。そうだよね。いや。なんか氷山のパーセントバグってんのか、それともこれが合ってるのか分かんないけど、マイナス21億パーセントになってる。はぁ？俺ら見えてないね。まず氷山が見えてないから。あ、氷山。崩せってことか、氷山。見えてる。マイナス21億パーセントになってる、なってる。何なんだこれは一体。何なんだそれは。とんでもないのあれが埋まってんじゃない。というわけでですね、おー、家がこんな感じで、なんかね、うん、ボーダーランズで見た。これこういう家。あー見たなー、これ似てるわ。ちょっとサイバーチックな。そうそうそう。古びたサイバーチックみたいな。もう割と文明が進みました、本当に。重火器も材料さえあればどんどん作っていける。ちょっと次回あたりはね、重火器を作って、あいつらにリベンジしに行きましょう。確かに。もうだいぶ強くなって、すげえ！なんか、エオエオとか見てこれ。俺、東京タルでこいつ見たことあるよ。このちぐはぐな感じ。というわけで、今回はこんな感じで。ですからみんな、バーイ。バイバイ。俺たちが本当のバンディットだー。